皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。本日はヤンバルゼミさんコラボになっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、ヤンバルゼミのヤンバル先生です。はい、ヤンバル先生です。と、トシ先生です。はい、と、アキトントン先生です。ということで、まあなんか一応じゃないか一応じゃないけどコラボ、トリプルコラボみたいになってます。準レギュラーみたいな感じで。はい、そうで、はい、普通に呼び出してしまいました。はい、ということですね。今回はリサタンがウルフ、こちらアプリを作られたということで、はい、はい、まあ、人狼ゲームのワード版のさらにリカタンゴということで、はい、ちょっとどんなゲームか軽くご説明いただいてもいいですか。はい、いわゆるワードウルフで、はい、それぞれにワードが与えられるんですよね、はい、なんか例えばリカ、国語、国語、国語みたいな感じで、うん、ワードが与えられるんですけど、これがリカタンゴで与えられて、はい、で誰が一人だけ違う単語なのかを探すっていうアプリです。はい、はい、まあ兄弟卒なんで、まあ、僕に卒ですけどね。兄弟の一年からね。キングさんと一緒やろ。キングさんは本田さんと大学に失敗してる。ああ、そうか。大学先輩でしょ。あんま言えないです。なんで、まあ、ちょっと勝てんじゃないかなと。中学校のテストなんてずっと1位でしたから、あらいけんじゃないかなっていう。いやいや、でも言うても理科ずっと教えてましたから、はい、理科の教師やった。理科の教員だったらこれを作ったんですね。あ、そうです、そうです。これをまあ、授業でもやっててアプリにしちゃおうみたいな。じゃ一番弱いですね。いや、僕動画で先生役やってますから。動画でちょっと今なんかこれということで、これだからやっていきましょうと、はい、で何回戦ぐらいできるか分かんないんですけど、はい、これちょっと1回戦目やりたいと思います。はい、遊ぶをします。そしてプレイヤー数4、はい、出題範囲が、まあ、なるほどね、中学校だけでもいいかなと思います。中1、中2、中3でいこうと思います、はいはい、でウルフと市民派、選べると、まあ、4人だったらウルフ1人がいいかなと思いますので、開始をしたらもうワード出るんですか。そうですね、プレイヤーの確認があって、はい、まあ、1、2、3、4ってプレイヤーでいいかなと思います。最大何人でいくんですか。最大8人までできます。なんでクラスで修学旅行とかください。はい、ということでコテンパンにしていきたいと思います。あ、罰ゲームじゃあ、おごりです。あの、この後飯持ってる額が違いますよ。いやこの後のご飯のおごりです。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、いきますよ。もう見たらダメなんですね。はい、いきます。このリアクションも意外に大事なんですよ。うん、おー、知ってる単語か知らない単語か、はい、プレイヤー1のお題を表示します。いきます。はい、見てないですね。ないです。はい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 、はい、ああ、はいはいはい、覚えました。いやー、あー、なるほど、ね、そうか、リアクションも見ないといけない。なるほど、はいはいはい、あー、はい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 、はい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 、じゃあ、はいはいはい、あー、はい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 、あー、はい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 、あー、はいはいはい、結構これ、リアクションが似たり寄ったりだと思う、はい、その時点で、あ、こちらの仲間だと。で、今んとこ吉村さんだけちょっと違うリアクション。そのリアクションゲームで。でもはい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 ってなるんや。はい、あ、おお、まあ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 、終わりました。お題終えましたか。OK ですね。はい。あ、じゃあこれで。はい。はい。ということで、ゲームスタートですかね。そうですね。ゲームスタート。5分あるんや。まあ、はい、まあちょっと。そうですね。時間はでも流動的に変えても、はい、面白いかなと思います。ということで、ちょっとなんかやってみてください。ちょっとどう回すんかなみたいな。そうですよね、だって占い師とかじゃないじゃないですか。そうですよね、もうなんかふわっと外側から探っていくといいなと思ってるんで。なるほど。どうですかね、なんかどんな印象を受けましたか。あー、どんな印象、うん、そのワードに、うん、はい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 、まあまあ、なんて言うんでしょうね、まあ当たり障りないワードだな。はい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 、だいたい当たり障りない。でも当たり障りある人もいるかもしれないですから。そうそう、いるかもしれないんで。はいはいはい、だ、僕は結構もうカミングアウトしましたよ。はいはいはい、はい、逆に なんなんですか、はい、なんかリアクション一人違いましたよね。はい、だ、理科って言っても多分、うん、物理科学、はいはいはい、生理を切り込みますね。結構切り込みますね。そんなに違うんかな。え、でもそこまで俺ね、似てるところ。いや、多分似てると思う。わりかしでしょ。だから科学は科学でしょ。科学ですよね。はい、そうですよね。ちょっと仕切ってる。仕切ってますね。けど。はいはいはい。じゃあ、その理科以外でも、あの、僕の単語は、僕は結構使います。あ、そうですね。使いますよね。俺使うかな。じゃあ、それを、なんか、他のイメージで表すとどんな感じになりますかね。
他のイメージで表すと、はい、なんか他の単語でその単語ってなんかイメージしやすい部分ありますよね。はい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 、なんか、うん、はいはいはい、まあ、類義って言ったら言い過ぎだけど、類義はやりすぎだけど、やりすぎだけど、じゃあふわっと広めに言ってみてもいいですよ。イメージという、え、どういうことだろう、イメージでその単語。あ、なるほど、あ、わかったわかったわかった、なるほどなるほど。いや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 、嫌いになりそうえ、じゃあ逆にそのイメージは何なんですか。言う、何、類義語って。ああ、なんか、はい、顔とかでもこういうのってなんかなんとなくあるかなっていうのもあって。どうしよう、だからいや俺じゃないよこれ絶対。アキトン、アキトン、お前か。あー、怖い。僕は、いや、僕は、あの、多分その多数派なんですけど、ちょっと世代ギャップ感じました今。多分僕が思ってた、うん、違う、日常でも使えますよねの一個違いのに。同世代、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 ちょっとおじさんっすわ、考え方が。ただそれのズレなんです。顔はドンピシャやったな。顔も確かに使えます。俺そう言われるもん。あー、いや、でもこれ多分だけど後から標準合わせたちょっと年寄せ的に感じは少なくない。これでなんか3人シナジーは感じた感もあるけど、うん、いや顔は言うな確かに。でも俺もそれで言われるから。あ、そう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 。いや、もうだから、いやでも、もうもうすでに分かっちゃってるから、もうじゃあ投票するしかないです、うん。じゃあ、どうするやろ、ミッション。あ、ミッションじゃなくて1分減らす、ゲーム終了で、ゲーム終了します。はい、でも投票に移ります。これみんなで選ぶんや、一個一個一人一人投票じゃなくて。あ、そうですそうです。あ、そうです。あ、じゃあ一斉ので指さしてみたいな。はい、さしましょう。いや絶対俺じゃないって。はい、行きましょう。行きます。せーの。あ、でも、あ、でも俺か。あ、でも2勝ですかね。じゃあ知らないですよ。まあ出てるのかな、練習だと。はいはいはい、行きますよ。1ですよね、はい、1、僕ですよね、1ね、はい、ドゥンドゥン。結果発表、結果発表、いきます。ほらー、ほら俺やってたよ。フルミー。僕なんかでもそれだなって思って、だいぶ近いんで。なんて言ったんですか。まあ、中和、中和、中性、中性、中和、中性。あ、結構これ潜みやすいタイプのやつ。そうですね。え、なんか僕的にアルカリ性とかが入ったのかなと思って。いや、僕勝手にそう思ってましたね。酸性化だから中性ワンチャンちょっと危ないかなと思ったけど、はい、なんかこいつのせいで、うん、ちょっと変な。でもそっか、中が被ってたから、そうそう、ね、もうちょっと薬品に寄せて攻めてたら、俺ってなったかもしれないってことですね。顔でなんとなく、あ、中性っぽいなと思って、けど、いやだから、いや、なんか言うから、顔とか言うから悪いんですよ、やっぱり。もうちょっと、おそばって言ってたの。違う違う。あー、我々負けたかもしれない。まあ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 。いや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 。ということで、はい、まあ、僕が負けたんで、カットされているんでしょう。もう一度遊ぶやっていきます。やっぱね、兄弟、はい、いきますよ。兄弟なんで僕。はい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 。あぁあ、なるほど。あぁ、いや、同じじゃないですか。中学校に指定してるから、はい、結構攻めていかないと。結構、何語乗ってるんですか、はいはいはい、中学語数は。いわゆる中学校の、入試で出る基本単語っていうのが全部載ってます。あ、もう自動的に入っていってるんですか。そうです、アプリの作り的には。そうですね、類義語っていうパターンが作ってあって、それで出てくるっていう感じなんで、いわゆるここに出てるものは全部入試に出るよっていう単語です。入試に出ます。出てるお題のちゃんと自分の口で説明できるようになってくるのが大事だと思いますね、うん、そうですね。見たかいきますよ。はい、スタート。はいはい、始まりました。どうすか。いや、そう、やってください、はい、やってください。どうすか。まあ僕1回は勝ってるんで、カットさせない。カットさせない。勝たせてあげてるんで、うん。どうすか、普段の生活とかでは、馴染みのあるないっていうと。どうなるな、馴染みは。捉え方によりますよね、うん。あるものなんでしょうけど、実感はあんまりしないと思うんですよね、僕は。こう、それがこう、なんていうんですか、目の前にこうバーンって出てくるような感じではないっていう感じ、うん。まあまあ、そうですよね。そうですよね。うん、あれちょっとなんか渋い感じでした、ね、僕はちゃんと理解やってる人間なんで、うん、もうあらゆるものに感じちゃうんですよ、うん、あ、なるほど。あ、いや、一緒ですね。そういう言い方は確かに、まあ、大学でもやった感じ。うん、そうですね。あ、そう、触れますね、うん、まあでもな、分野的に、分野は多分一緒やからな。はいはいはい、ちなみに大学の理科は
僕ら両方電気電子工学なんで、あ、物理、はい、物理なんですけど、あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからあれもなんかでもヒント今ヒント出ましたね、うん、物理。あ、じゃあ絞って、まあ絞っていっちゃいましょうか。はい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 。2人の眼差しがこっち向いてる。いや、アクトロが怪しいな。そうっすよね。ね、どんなものに使われてますかね、でも。リオーレっていうより、じゃあ、その中学理科の教員だったから、中学生が得意不得意で言ったら。ああ、これは不得意ですよね。まあ、確実に不得意。ごめんなさい、もう大学受験なんで、普通に分かんない。不得意不得意かは分かんないな。一般的に、うん、まあ、分かりにくい。まあまあまあ、そうか、ね、うん。何使いますか、何使う、何に、何を使いますか。いや、まあ、そういうことか。何を使いますか。攻めすぎじゃない。何を使いますか。いや、待って待って、でも今、ここ共通感あったけど、何に使いますか。いや、でも、いや、多分、いや、今のね、ちょっと僕はだからまあ、仲間な感じはするんですけど。いや、僕も仲間だと思って。でも使われてますよね。あ、はっきり言えよ。いや、だからどっちかっす、どっちかっす。何が、どっちかっす。使われてるよ。使われてるじゃないっす。使われてるじゃないっす。使われてるんじゃないっす。でもそれはちょっと人の顔を読んでるっぽいんですよ。あ、違う。で、普通に多分ゲーム下手で分かってないんですよ。使われてないってことですか、そしたら。はい、質問がちょっと違うかったんですよ。何を使いますか、いや、僕は分かります。あ、はい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 。何で使われてるじゃなくて、あ、そういうこと。何を、あ、何を使いますか。は、分かった。みたいなことを言った。まあ、どうか。分かった。じゃあ、それは、どういうことをしたら起きるかっていう、なんかニュアンスっていう。ちょっと待ってよ。どういうことをしたら起きるか。相手のワードがなんか見える気もしなくもないな。多分、まあ、あの、僕もワードの2つは分かりました。え、ワード2つ分かります？なんか、多分、分からないっすよ、これ。多分、いや。さっきの感じでいくと、中性と中和でしょ、うん、なんかそんな感じだとしたら、なんか両方浮かんだ感はありますね。僕も両方浮かんだ感なんかあります。そして、うん、いや、僕なんですか、なんかそんな気はするな。ヤンバル先生とは同じだった気はするな、うん、やっぱそうなんだ。俺逆にヤンバル先生ちょっと怪しい感出ちゃった。違う、だこっちだ。そうですよ。いや、僕、いやでも、その、両方分かるって言ったから、僕はここが怪しくなるんですよ。そうですよね。両方分かんない。しゃいよしゃいよしゃい。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、でも、ここも怪しいっすよ。行きましょう。いや、でも、いいっすか、せーので。はい。せーの。おやちゃん、いや、行きましょう。今回、2連続であるかね。今回は。行きます。3で。3で。でん。行け。いや、これは行ったな。え、あ、やったー、やっぱそうなんや、じゃあ。やったー、勝ちました。やっぱずれてたんだ。勝ちました。序盤、ここでこのワードが出てきた時点でピンときてないのがここしかなかった。まあそこを信じるべきだったか。いや、僕はね、磁界と磁石やと思ったんです、勝手に。だから、物か概念かでバレると良くないなっていうので言ってたんで、食いついて、みんな物やったらやばいなっていう。だけやったんですけど、でも全部計算通りで次回の、いやでも確かに尻尾は出てたけど、なんか疑心暗鬼、なんか横のものを予想しすぎたっていうのがあるかなって。あと1回ぐらいやって、はい、まあまあ並んでるんで、はい、1点で、そうですね、まあ、ちょっと見事勝ちたいと思います。あ、兄弟チーム対ヤンバルチームですね、これ。あれ並んでるって言われてるんで。いやとしたら、な、立命館チーム一人なんで、ビリーの人が2人いた場合は割り勘してください。じゃあ行きます。やっぱでも近いところが来るんだな。はい。え、これ当てれないってなかなかなくないですか。どうなんですか、ゲームやってた感じ。当てれる方が多いのか、外れる方が多いのか、その違う人。いや、結構当てれちゃってたっすよね、基本当てれるっすね。結構当てれる、でもなんか今回は2連続外してますよね。なかなか、そう、2連続ウルフ側の勝利ですからね。4人だとちょっといい感じに紛れるんだよな。あ、そうっすね、前3人やったら。確かに3人やったらもうね、うーってなるじゃないですか。多数派少数派でもう完全分かれちゃう。なんかさっき2人みたいになりました。そうか、紛れやすいっていうのはあるかもしれない。確かにそうですね、2人でやると。しかも2対2になれる
からな。うん、これはまた面白い話題来たな。人に来てもらってよかった。ありがとうございます。いやこれむずいな。いや負けたくないな。これで僕もしかして勝っちゃったらあれっすよね。どうですか、ね、おーよくないよ。開発者開発者ってやばいっすね。アキトンがここにみんなを。はい、では行きましょう。ゲームスタート。はい、はい、まあもう僕勝てるんで全然何でもくぅーください。最初の質問じゃあ攻めてみますか。どんな感じの分野でしたかね、うん、分野はさっきと一緒になるかな。まあ一緒ですね、そこは。むしろ専門でしたね。確かに。だから僕とアキトンはね、そこは多分一緒でしょう。そうですね、はい、そうです。分野は一緒でしょうね。専門です。変な話。相手のワードは予測できそう。いやでもできそうですけど、うん、なんか違うんかなと思いましたね、うん、さっきのあれを見ると。うん、そうですね。次回とね、ちょっと違いますやったんで、はい。結構狭めていいですか。いいですいいですいいです。回路関係しますよ、ね。ああ、はい、はい。しますね。それはします。狭めてないぞ。いや、結構狭まってますよね。回路関係してますよね。いや、でもそこまで中学生がこのこれ系の問題解いた時の正答率ってどんな感じですかね。おお、まだ聞く。分からんな。普通にあのどうなんでしょうね。まあ混乱しがちなとこかもしれない。あ、そうっすよね。それはそう。やっぱり。うんうんうん、じゃあちょっと一回攻めてみてもいいのかもしれないですね。これって例えば概念なのか単語なのか。難しい難しいこと言うな。難しい、ね、概念なのか単語なの か、そういうの、まあ、単語は単語ですね。まあ、単語は単語で概念、まあ、ちょっと攻め方が上手じゃなかったな。まあだから使ってる実感があるのかで方がいいんじゃない。あ、そう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 、そういうイメージ。この単語使ってるなっていう実感があるのか、うんうん、あ、概念、え、誰だ、ね、でも使ってる時間ありますか。まあ別にあるっちゃあるかな。お前か。あ、そっか。使って、でもあるな。え、さっきもなんか結局飽きとんじゃなかったしな。今あるんですか。ありますあります。使ってる実感はあります。ポエマみたいな質問やめてくれ。じゃあだからあの質問で合わせ、答えて合わせれるじゃないですか、うんうん、第一質問者なんで自分の意見でここ合わせたんですよ今。だから信じてはないです。言った時の反応やね。ぶっ込みますね。はい、人の名前が、あー、ちょっと行き過ぎやな。行き過ぎ、やめた方がいい。結構行ったっすね。やめた方がいい。いや、でも、いや、逆に今回似てるパターンなのかもしれない、ね。いや、違います。多分、僕はでもなんとなくの予想はついてるんですけど、うん、ほんまに、なんか、横のイメージつくじゃないですか、多分僕らが持ってる答え。それではないと思います。今回の、あ、いつもの傾向でいくと。うん、あ、真横じゃない。真横じゃない。ちょっと遅いですよ。じゃあ、それ、うん、あの、生物に、なんか、理科教員しかわかんないかもしれないけど、はい、そういう教え方したりします？え、な、生物？生物に例える的な。あの、一番やったらわかん教え方ですか？一番やったらいい。はい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 。わかったわかった。そうはい、はい、よくあかんことはないと思いますけど。だから、じゃあ、キトンさんに、はいはいはい、今アピールしたんですよ。多分ここだなっていう、はい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 、ことは。僕は一番やったらあかんにちょっと共鳴しました。え、ほんま？え、一番やったらあかんで、ね、いや、乗っただけじゃないんだ。ちょっと言いにくいワードが入るみたいな。え、言いにくい、あ、わかった。え、最後これだ。これ、はい、ここで最後出た。多分こうです。はい、いきます。せーの。いや、てか3連続で吊るされた。連続いきます。でん、はい、タップ。え、おい、お前。じゃあもう予想通りや。逆にこういうパターンだった。アンペアでしたわ。いや、だと思ったもん。じゃあ同じです。見た瞬間にその辺来るな。ということでですね、理科単語ウルフやってまいりました。ヤンバルゼミさんのコラボ、はい、ウィズアキトントンでございました。はい、4人でやって結構盛り上がりました。いや、盛り上がりましたね、結構西にゃんきになって、ね、はい、ちょっとなんか仲良くなれたかな。はい、なりました。本当にだって1時間前に初めて出会ったばかりで、出会ってすぐワールドウルフ、はい、ワールドウルフです。ワールドウルフ。まあでも確かにちょっと疑心暗鬼にはなりましたね。だから、いや、仲良くなってないかもしれない。騙し合いしたんで。ということで、皆さんあの、ダウンロードしてみてください。いや、ぜひぜひ。はい、なんか学校でもね、使われたりするという、はい、そうですね。はい、なので、楽しく学びながら遊ぶと
でそこに来られるアカデミアって入る日も近いんじゃないでしょうか。ぜひスポンサーお願いします。ということで、ヤバルゼミさんコラボ、アキトンドンコラボでした。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。明日も多分上がります。